これでよしと。長井どうすかね。おう、そんなもんだな。失礼します。お前ら夕べ泊まったのか。よし、はい、あてながきっす。小園兄貴、呼んでから姿見えないんですけど、何かあったんすかね。小園なんかほっとけ。あの、涼子さんから電話ありました。なんだ。それが新子さんと教えろって。教えたのか。はい。